これでもこれちょうどやの上品やね。演奏とはこのことやの。自家自産畜生。もうね、僕らも余計人生余計な生きしてね、もう自家自産せなの。もう間に合わんでの。これこそが人生後悔せんことやの。わがと褒めたらええんですよ、もう。確かに。次何系ですかね。あの楽しい系、神秘系。じゃあ神秘系いきますわ。ね。またこれまた新しい曲でお聴きの人はないと思うけど、楽しい迷路とやさってのこれがまた名曲なんやだ。名曲しか作れんかにすね、俺もなんかほんまにマジで。これはね、オープン G マイナーの並びやの。これがまた企業秘密やけど、まあオープン G オーバー2弦を下げたらやの、半をね。まあ、まあ手強いかことないけどよ、何とも言えんやん。でもなんかね、どこさえ行き違うと修正しにくいチューニングやな、これの。混乱しやすいであろうやの、別名混乱しやすいであろうチューニングやな。長いわしての、すいません、ちょっと大幅にちゃうんです、すいませんね、これ時間これだかんの。でもあんまり焦ってよ、チューニング、あの甘いのもみっともないからの、年に1回し。これもええ曲やで、ほんまに言うとくけど、イメージはあの大体あの僕らカーナビ持ってないけどね、闇雲走りに大体は大体闇雲走りできるけど、だ道間違ってね、たまにいいことあるんやな。こう美味しいたい焼きやったりよ、で、まあ、ある時真っ逆でね、なんか間違ったやんたらよ、エスカルブコ牧場みたいなの、これエスカルブコの養殖場かと思って、その前になんと生で見たことなかった亀甲地区いうな、亀の甲羅みたいなの
僕竹好きでね、あれ思わず写真撮ったもん。それで楽しいメールというという、まあ、道は間違った方がいいの、まあ、人生はあかんけど、まあ、運転ぐらいは我慢気もすると思うね。でそれでまたイメージしてください。だってこうイメージを植え付けるといいんやの。写真はイメージですよね。インスタントラーメンの長いの、ごめんなさい、待ってよ、これなかなかこういう時合わんね、ちくしょう、怒るどっち。の楽しいメールという素晴らしいよ、次の CD は入れたいと思う。なかなか録音してないけど、これ名曲やの。一応、G マイナーチューニングですが、コピーする人やってください。楽しいと思うこれ。あ、じゃあ次に、じゃあもう6曲なんで、ブランドブレイク氏の100年前の That Will Happen No More Will Never を前野さんと松原さんで一緒3人でやってみます。昨日あの丸さんとあの楽屋一緒やってね。で僕これちょっと弾けた、サックスちょっとアップしちゃったしの、あこれええんちゃうかとね。で丸子さんも今日は急遽まあ入ってもらうとなって、まあ宮古どこやった、どこその和からね、三国なんかの、あそうですか、どこやどこ知らんけど、いやいつも宮古やお前やったからね、九州やったからの、あ福岡や、九州福岡、福岡です対決でのあ、僕は和歌山から。じゃあ待ってください、G フラットかますか、おだろの、俺間違ってないやろ、おだろの待って、もう一回かますか、あ、440円やあ、抜かりね、よっしゃ。じゃあ That Will Never Have No More を、昨日はあの僕はあのカズーしてんだプップで、あの努力のいらん楽器、あれさすがにサックスの前ではよ失礼かと思って、今日あのせからやってください。いや失礼、せやから僕はスキャットでいきますわ、世界共通語のスキャットで、まあスキャットも僕は上手いんですけどね、結構
テリティドドテロディロディティドゥルドゥタルテロリロリドゥドゥドゥテロディリリドゥドゥルテリティドドテロディロディティドゥドゥタルテロリドゥタバドゥテロリロリルマルノちゃん。
ありがとうございます。ええわ。次引き抜くいいの。次引くわ。まあ時間あと10分あるんで、あれ引きますわ。昨日もあのライクザさんに捧げたことないけど、僕ら知ったら人雑だけど、今日はやっぱりグレイトドリームフロムヘブンを捧げたいと。ぜひライクザさんにもライブマジックで来ていただきたいして。やけどの、ギャラ高いんかいの。知らんで。知らんけど、まあ、そういうことで。私がライクザさんに代わって弾かさせてて。このギターことええっすね。いやもう一台買うかいな。俺はそのやつか。何でも買える。ボコテ、ボコテやの。あ、じゃあじゃあ、ボ、ロッソ。中国やろ、多分の。いや中国は素晴らしいね。これピックアップも中国や。もう最近も全部中国や、僕ね。中華人、待って、ちょっと話しちゃったからの。オープンディースね。そう、人に聞いてもらうから。ピッチ、ちょっと構わんすか。少々持ってください。あと、葉っぱな、葉っぱ。どこで目見えんよ、ちくしょう。まあ、構わんか。あれちょっと、すいません。構わん。高い方、高い方これ、高い方。まあ、高い方ってこれね、リサイクルショップで間違って値段ついて500円ってんけど。いや、俺も悪いことできんわ。あのね、これ、これ3年ぐらいしてたやろ。ほんで、ある時、なんか、間違えちゃうかと思ってね。レジドキドキしながら持っててんだ。アホちゃうか。俺が値段つけたわけじゃないのにの。アホやろやっぱり。500円ドキドキしてるんだよ。なんな、俺が値段つけたらなんでドキドキせなあかんのって。払い終わってからなんかドキドキして損したなって。あるやたまに。それがね、これあのややこしいモードあるんですよ。ストロボモードいうのはね。で多分査定する人がよ、そのストロボモードを知らなんでね。ストロボモードでスイッチ入れるとピカピカピカってなるんだ。あ、これこぼれたろうと思ってよ。あ、500円どうなっちゃう。そういうことやね。いや想像するにやで。それで僕はドキドキしてもってアホみたいな。なんかね、なんか俺も悪いことできんなと思ってよ。悪人にはなれんから。ということは早死ぬということ。いい人は早死ぬやろな、ね、最近。すいません、雑談で。あ、グレートドリームはあの僕もいろいろ若い時やって、これのあの今日はまああのイントロとかつけてんけど、まあイントロそれやめてね、 あれ最後のアウトロインかい、何かしら、それすいますわ。あれイントロつけるとね、ちょっとテンポ遅くなっていくんやだと、時間間に合うのでいきなり曲から話します。いや知らんで。それからなんかね、僕作ったイントロになるとスローになってくるね。アンダントよりも遅くなってくる。アダージョやね、アダージョ。知らんけど、すいません。もうチューニングで終わったら怒られるこれね。浜口さん時間出て早引きよって言ってました。これ大阪大のガラバリバーやったら怒られる。姉ちゃん早引かんかいとか言われるんじゃん。Thank you.
ありがとうございます。じゃあ最後に。ありがとうございます。